はい、どうもこんにちは、コメットショーです。この放送はですね、人気声優の、宮野真守さんの、日曜深夜1時半から12時半かから始まる、ラジオスマイルを視聴すべくですね、それで寝ないために企画した超誰得の深夜生放送でございます。見てる人が来てくれたらいいんだけどね。で、今回は雑談もしつつですね、宮野真守さんの主演する乙女ゲームのトゥルーフォーチュンをプレイしながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。超誰得なんだ超誰得なんだこの放送は。ぜひですね、皆さん、コメントいただければと思っております。で、このゲームめちゃくちゃ今っていうか長期間にわたってハマってるので、たまにしかやんないんだけどね。まあなんなら狙ってるのマモちゃんじゃなくて谷山紀章さんだったりもするんだけど、まあいいでしょう。本気でね、本気でもう乙女心を学ぶっていう意味でこれやってますから本当は楽しんでるくせに乙女心を学ぶっていう気持ちでやってますから、張り切ってやってきますよ。で、もしかすると、いずれこれが動画化するっていう可能性もあるんで、もう人が来るとか来ないとかじゃなくて面白くね、ガンガン突っ込みながら放送していきたいと思っております。じゃあよろしくお願いします。21日目、これさ、ちょっとペース遅いんじゃないかと思うんだよね。アメンボ赤いなあいうえお、柿の木栗の木柿くけこ。実況を撮るときスタイルで、先週先々週とこの放送やってなくて、生放送ね、まあちょっと空いてしまったんですけど、まあ面白いんで見るとマモちゃんの放送はね、やっていきましょう。で、こちらのゲームはですね、あんまり見たことない人に紹介しながら、はい、進めていくと、タロット占いで1日の予定タロット占いで1日の予定を決めます。占った結果によって誰に会うかっていうのが運命で決められてますイカれてら、やっぱな、女の子っていうもんは占い好きだからな、しょうがないんだろうね、こういうところもね。で、ちょっとアニパワーが余ってるんで、アニパワー使っていきますか。このゲームにおいて兄とは絶対的なメシア的な、まあ小野大輔だからそういう感じの役回りになるんだけど、イカれた役になります。見てください、アニパワーを使うと、この4種類からスロットで何かを選ぶことになります。どうぞ。はい、5秒間ね。ダメだ。ダメだ。時を止まれ。ディオかな？で、これで、早い早い、連打早くなった。待って、タロットのカードを全部見ることができます。全部じゃないんだけどね。で、これメモります。メモんないと、これ4回ぐらいこれを繰り返すことになるんだけど、図柄をね、ちょっとやりたいやつだけ、選んでいかないと、被ってるやつは できないんで、一人につき。何言ってるかわかんないと思うけど。ライバルやろ、ライバルやる。ライバルはあんま良くないことが起こるやすいんだけど、まあ面白いのもあるしね。で、ライバルの2つの絵の理事長はあんまやってないかな。セレブもやってない。結構やってないのいっぱいあるね。転校生もやってないから、ナンパ理事長転校生で、兄はそんなにだからボーイッシュもやろうかよくわかんねえけどよくわかんねえけどやるか。じゃあライバル、最初はライバルやってみましょう。まあまあ面白いとは思うんでぜひ見ててください。で、この野間くん、谷山紀章さんがやってます。ジャンとかの声優さんねジャンで言われるのちょっと嫌かもしんないけどね、ファンの人はね。まあジャンなんですわ。ジャンはまだ、ライバルやってなかったんで。で、この子を一番に狙ってます。この子のキャラがねめちゃくちゃ可愛いのよね。こういう男の子を目指せば俺もね、モテんのかなっていう感じ。そういうのを乙女ゲーで学んでいこうかなっていう放送ですわ絶対間違ってるけどね。で、これが宮野守くんですな。ここも狙っていきたいんだけど、この子もいいと。ひむかいくんもめちゃくちゃいいキャラしてます。で、この杉田智和のキャラクターは進める気がなかったんだけど、やたら好感度が上がったんで
この子も狙ってきます。杉田はでももうこのタロットカードの何これ、まあ、くるくる回ってるでしょ、これがあるからできませんと。ってことで昼休みのんどうしよう、ひむかいくんかな。キャラクターはねもうひむかいくんがめちゃくちゃいいから青春しちまうから本当にキュンキュンくる。はい、転校生もあんまりやってなかったかな、みんなやってるか、やってない、いいね。でこんな感じでいいんじゃないかな、今日は。今日2日間ぐらい進むんじゃないかな。いやでももう一丁やっとくか、あとはでも適当にやんないと。委員長あるかな、あやってないやってない、あいいね、ぴったり。でこんな感じで1日のスケジュールを組んでいくっていう構成になりますね。でこの順番で物事が起こってくっていう流れだね。でさ、めちゃくちゃ思ったんだけどさ、一日の初めに占いする高校生マジ嫌なんだけど、マジ近づかねえでくれっと。まこうかな、こうかな、いやマジ近づかねえでくれって思うよねこういう高校生は。付き合ったところでちょっとドン引きしちゃうんじゃないかって思うけど、まあ普通に占いが好きな分にはいいけどね。占いの結果を朝さやるのやめてほしい、まず。よおはよう。はいはい。でこれが如月くんっていう杉田智和さんがやってるキャラクターですね。あ如月くんで女の子の気持ちにならないといけないから、もう本気でこれ当てれこしていくから俺は。あっ、ひむかいくんおはようって感じでね。ノリノリです、コメント超ノリノリです今日も。で転校生のうんタロットを引いたのは、宮野守くんでしたね。あ、星宮くん、宮がついてるからちょっとそういうところもさ、宮野に行った理由なのかなと思うよね。ああ、無口なのよ。用があるからまたな。え、マジか、これマジか。こんな、そんなのある。宮野守さんってさ、守っていうかマモはさ、ちょっと無口キャラ多すぎるよね。あんなにさ素が面白いのにさ、無口キャラが多すぎるわ、ちょっと残念だよね。もうちょっとふざけてほしいよね。トゥルーフォンチュンの転校生は過去に触れることが起こるはずなんだけど、シークレッツ触れられたくないんだろうな、きっと。もしかしてこれレベル3か4でやれば、うん、好感度増えてたっていうか、なんか隠しムービーが見れたのかもしんないね。来ました杉田くん。あ、おはよう。ひともとにいいと、お前は逆の生活を送っているね。おはようじゃないし絶対。今、ギャルゲーの乙女ゲーの実況をしております。お前何してんだって感じだろうけど、恋愛系のゲームめちゃくちゃ昔からやりたかったんだよね。うん、そういう願望があった。本当にやっちゃいけないことやりたいなっていう願望もあったし、なんか恋愛ってどういうのなんだろうなっていうのが結構あって、昔々はやっぱりコメとしてはモテない人間でしたし、今もそんな変わんないけど、やっぱモテたいっていう感情があって、こういう風なハーレム系のゲームをやってみたかったよね。で今めっちゃ楽しんでます。あ、キサイくん何してるの。難しい本を探しに。なんだそれ、俺もやりまい。やろ、やればいいんだそういうのは。始めろ実況。勉強、珍しいね。いや、わけのわかんねえ本を読むとすぐ眠るから。あー、そういうキャラっぽいよね。俺もすぐ眠くなる。なんか国語のテスト受けてるとさ、すぐ眠くなった俺。テスト中なのにさ、国語の文読んでると眠くなんだ。俺国語めっちゃ弱かったな、点数低かった。ははは、そっか。お前は勉強か。そんなとこ。たまにはね、ちょっと調べ物があって、男の落とし方とか不良男の落とし方とかね。そっか、絶対そんなこと言ってない。なあお前、勉強って面白いか。なんかいいこと聞いてくんね。
なんかそんな深い話とかする関係じゃなかったのに。嫌な教科はつまんないけど、それなりに面白いのもあるよ。キサラギくんなら生物とかいいんじゃない？ほら、お花が好きだし。そうかも。お前、ふーんって言ったか？マイクに入ってないよ。一緒に、やらない？あ？行かれてんな。そのうちな。行っちゃった。うん、セクハラ実況でお送りしております。やるやつが男だとただの変態みたいな、ただのセクハラ実況になっちゃうね。野間くん、ちょっといいかしら。誰だっけこの声。お姉さん、篠神さん、ライバルだねが来ましたと。で、野間くんっていうのが俺が狙っている男。ああ、篠神さん、どうしたの？あ、情報処理室から野間くんと篠神さんの声が。ちょっとたんま。あなた、コンピューター上に理想の女子を作ってるんですって？あ、バレちゃった。バレてもうた。オタクの趣味が。え？どうしてそれを？エロ本見つかるよりきついな。学園中の女子の間で噂になってるわよ。ええやん。AI の研究のために付け回してたんでしょ？ええやん、ええやん。そんなに噂になってたんだ。知らなかったよ。裸まで見られたんだから。当たり前じゃない。スケールする気なんてないのよ、篠神。理想の女子を研究だなんて、あなたも深いテーマを見つけたものね。業が深いよね。めちゃくちゃ深い罪だね。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。褒めてねえよ。けど褒めてねえよ。けど彼女に恥ずかしい思いをさせちゃったから、もうチェックはやめたんだ。え？え？チェックされるために下着までドエロいのつけてきたのに。あなたのためにドエロい下着つけてきたのに。そう。2回言うな。チェックをやめたのはそういう理由だったの。ああ、そこまで知ってんだ。それは仕方ないわね。見られて恥ずかしいことがいっぱいあるでしょうから。そこも見てもらうの。そこも見て全部分かり合った上でそういうことすんの、付き合うの。え？うん？そこ？あ、まあ恥ずかしいとこあるでしょうね。あら、聞いてたの？盗み聞きだなんて、それこそ恥ずかしい行為ね。いいよな、篠神さんのキャラ。絶対友達には欲しくないけど、こういうゲームやる上ではええキャラしてんなみたいな。絶対カマセイヌっぽくなるから最終的には。うっ、その点私は違うわ。見られて恥ずかしいことなんて何もない。生き様が恥ずかしいからな、お前はもうすでに。素晴らしい研究対象のはずよ。うん、でもあの髪の毛めっちゃ好き。重力無視してるけどあの髪型めっちゃ好き。めっちゃ触りたい。でもパッツも可愛いでしょ。有利候補って本当は苦手なんだけど。うん、私抜きで理想の女子を作るなんて、私のいないミスコンが開催されるようなものだと思うの。変わんねえよ、同じだよそんなミスコン。私を参考にすればもっと素晴らしい理想の女子が作れる。あ、でもさ、ツンデレみたいな人作るんだったら篠神さんいた方がいいよ絶対に。めっちゃエッジの効いたキャラクター作れるよ AI で。この AI 欲しいもんな。この AI、 ママくん、これからは私をチェックしてみて。変態だ。変態がおる。米翔子より変態なやつおるやん。ええー、な篠神さん、気持ちは嬉しいけど僕はもう。もう？もう？それじゃよろしくね。もう決まったんだ篠神さんの中では。
もうチェックはやめたのに困ったな。ありがとうって感じだよね。あ、はい、します。チェックさせてください。できる分にはいいよな。何が悪いんだって感じ。ふぅ、終わった終わった。で、このひむかいくんっていうのはこの米翔子の、本当に幼馴染で、中学の時もこの子サッカー部なんだけど、サッカー部の今のキャプテンで、中学もキャプテンで、マネージャーとあのキャプテンの関係、中学の時は。で、今もひむかいくんは高校行ってもエースで活躍してて、でも、米翔子、私はあの高校に来て、ひむかいくんと距離を取って、マネージャーも辞めて、で結構1年間話してなか来なかったんだけど、今初めてっていうか久しぶりに会って話し始めたっていう関係。なんでサッカー部顔出さねえんだよとか言われて、3話だったっけな、2話かな、だって私もうサッカー部のマネージャー辞めたもんとか言って、マネージャーとエッチな関係だなみたいな、ええ関係や、青春だなと思って、この二人の関係めちゃくちゃ気になってんだよね。うん、最高の関係です。あ、お疲れ様。あ、いいよね。今練習終わったとこ。ああ。足は大丈夫？この子はエースなんだけど、あの足怪我してて。でも俺は国立の舞台にようやく立てたんだからとか言って、もうすでに国立に立ってるっていう。心配すな。めちゃくちゃうまいっていう。だましだましやってるよ。ええな、助けてあげたいな。はあ、こうして練習が終わってほっとするといつも思うんだよな。何？私の顔が見たいって、私と一緒に帰りたいって思うんでしょ。またお前が作ってくれたレモンの蜂蜜漬けが食いてえって。上行ったわ。ああ、翔子蜂蜜漬け作ってたんだ。あれ普通にうまいからな。でもそんな毎日思ってたらさ、あれ食べると疲れが吹き飛ぶんだよな。もうイチャイチャし始めたじゃんこいつら。また作ってくれよ。もうまたマネージャーになれとかさ、もうずっとこの先も痛いって言ってるよね。いいよいいよって感じだろうな。マネージャーに作ってもらえば、篠上さんに作ってもらえば。絶対言えない。俺こいつらの恋応援するって決めたんだ。マジでこいつらの恋本当にいいからな。好きです、付き合ってください。そのうちね。サンキュー、約束だぜ。最高、最高のイベントけど、内容の薄さは否めない。このゲームめちゃくちゃ内容薄いで有名だからな。来たー。今帰るところ。しゃ、マジで来た。このゲーム今レベル3なの。野間くんがレベル1、2、3であって、で3から4レベルに変わるときはデートが絶対必要みたいなので、デートっていうのがこの放課後終わった後に出かける、で、あ、一緒に下校すんので、下校した時にあのゲージが一定以上溜まってるとデートに行けるんだけど、それをこなさないと次に進めないんだって。これチャンスだね。うん、そうだけど、なんか私一人で帰ろうと思ってたんだけど、ん、どうしたの？じゃあ一緒に帰らない？え、うーん、急いで帰ろうと思ったんだけど、どうしてもって言うんだったら、いいよ。本当？変態かな。じゃあ行こうか。じゃあ行こう。このくだり毎回やってるわ。毎回やってるわ。そして毎回こっち見んなって思ってる。すげえこっち見んじゃんお前。びっくりするぐらいこっち見るじゃない。で、この青か、このオレンジのところあるん、この2つビヨン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 って伸びてるから、
この4つのうち1つ入んの。でもまずはこっちで世間話だろうな。部活とか委員会やってもいいけど、街とかはあんま関係なさそうで、勉強もそこまで盛り上がらなそうだから、学校生活、これ鉄板な。何でもわかるんです、野間くんのこと。何でもわかるんです。恥ずかしい思いさせて、ごめんね。出たー。これは前のあの宮野守のラジオスマイルを待つ放送を参照していただけると面白いんだけど、めちゃくちゃいい話だったね。イベントがあって、野間くんの避難訓練で、あた自分のこのヒロインっていうか主人公の翔子がいる部屋で火事が起きましたっていう避難訓練があったの。大概そういうのってさ、昇降口とかさ、台所じゃねえ食堂とかで起きんじゃん、火の元あるから。まあ、玄関も基本ないけど、でもピンポイントでその教室で火災が起こったっていうのがあって、避難訓練で。そんな廊下で普通集まんじゃん、ああいう時って。教室で起こったらもうすぐに逃げろっていうツッコミがあった回があったんだけど、その時に野間くんは、翔子ちゃん大丈夫、心配だっつって駆けつけて笑われたっていう、そういう回があったんだけど、なバカなみたいなてか結構ね、男らしくてよかったんだよね。あ、ナカムいらっしゃい、デートします、やったぜって感じ。ついにね、この実況も終わりが近づいてきたんじゃないかなって感じしますわ。野間くんを追いかけ回します。ありがとう。かっこいいね、こっち見んなってめちゃくちゃ思うけど、かっこいいのは事実だね。やってますよ。1個目は、ね、テンション上がって終わってくれました。で、次に体効きてんだよな、やっぱり。うん、なんて言ったって体が好きだからな。でも運動が苦手だから、盛り上がんなそうだから運動じゃなさそう。消去法で甘いものか食事なんだけど、甘いもの好きそうだよね。甘いもの OK、 何でもわかる、野間くんのこと。今だったらケーキ屋さんの制服ってどのお店も可愛いよねいいね、その話俺めちゃくちゃいいわあの、なんだろうな、白いエプロンって着ると基本的にみんな可愛いからな。そうだね、制服でバイト選ぶ子もいるしね。そういう子ってコスプレ好きなんかな。君が店員なら毎日買いに行っちゃうよ。変態だよな、ほんとこいつ変態なんだよな。オッケー、いいね。お、かなりいい、超いいじゃん。黄色？あ、マジでいいじゃん。ファッション、音楽、映像、ショッピング、映像。パソコン部だからね、この子はね。あ、今日やばい、今日やばい、乗り移ってる、翔子が。野間くんの部屋ってテレビある？一緒に見ない？どんな DVD 持ってるの？ん？どういう趣味？あるよ、パソコンのモニターと兼用だけどね。パソコンなんだ。うん、パソコン派ね。君の話ってどれもすごく楽しいよね。俺あんまさ、人にさ、ショー米ショーの話ってめっちゃおもろいよねってあんま言ってほしくないんだよね。ほんとおもろいのかなって逆に不安になっちゃうの。天の弱なんだろうな。で、上がりました。上がったので、次はもう最高潮になったんで、あのセクハラっていうコマンドがありまして、このトゥルーフォーチュンというゲームにはセクハラという概念がございまして、逆セクハラなんですけど、まずこれはまず褒めるはまあ大丈夫でしょうね。うん、あんま嫌われることもあるんだけど、こんぐらい親密になると褒めるは別にいいの。次はもうガン見する。うん、次ガン見、ガン見っていうフェーズがありますけど、これはもうクリアします。あの、次は付き合ってません、この二人付き合ってませんけど手をつなぐっていうパワープレイがあります。うん、パワープレイ PP があるんで、PP があります。あと寄り添うっていう、お前はもう付き合ってから告ってから寄り添えっていうフェーズがあるんで。でもこれレベル4なんで、これ多分手をつなぐだったらいいでしょう。こうなったら手をつなぐはセーフ。はい、セーフ。よし、思い切ってセクハラをするぞ。ギュマジやばいよ、こいつマジやばいからな。あ、あ、どうしたどうした。手がすごく冷たい、
そこじゃないだろ、まず。まずそこじゃない。あ、風がちょっと冷たかったから。長渕みたいなこと言い出したぞ。任せて。僕の手でいつまでも温める。あー、ダメだ。やってらんねえや、こんなゲーム。こんなゲームやってらんねえや。なんか手の甲とかにチューしてきそう、こいつ。気持ち悪いな。はい。やばいかも。あ、オッケーオッケー。この赤はやばいでしょ。で、5ターン目にアタックを使うと、デートに行けます。で、レベル2でデートを2、3回もこなしてます。で、レベル3になって初めてのデートを行います。これは完全に行ってくれますと。はい、オッケー。何持ってんだろうな、あの画用紙な。ノマくん、よかったらでいいんだけど、どこか寄ってかない？もちろんいいよ。どこへ寄ってくる？で、レベル4の時は喫茶店行きました。うん。で、メイド喫茶行こうってもう約束してます。ノマくんの行きたいところでいいよ。じゃあゲームセンターへ行く。ゲーセンかい。この間の白熊のアイピローが取れるかもしれないよ。あ、で、デートみたいな感じで、ゲーセン行ってこれ取りたいなみたいなこと言ってたことがあった気がします。うん、いいよ。駅前はラブホに行っちゃう？クレーンゲーム、クレーンゲームっと。ふんふん。どう？またダメだよ。どうも白熊のアイピローは人気なのか、取りにくい位置に置かれてる。あるある。ワンピースのフィギュアとかめちゃくちゃ取りづらいとこあるんだよな。あれ YouTube でそういう系のやつみんな大好き。すぐ簡単に撮ってんなと思って自分もやろうと思うんだけど全然撮れないのよね。そっか。がっかりしないで。せっかく来たんだし他のゲームをちょっと遊んでみようよ。うん、いいね。やっぱそれに固執してさ、ガンガンやってて彼女置き去りっていうパターンあるから、こういう風にいろんなところ見てくれるのも嬉しいかもね。うん、いいよ。こうして一緒に過ごした。簡単す。簡単すぎるな、ちょっと。で、しかも速攻で溜まったでも。いいぞ。次の日。うん、いい感じのイベントが起こりそう。ってことで22日目終わりました。もしかしてこれで動画一本作ってるかもしんないけど、まあ、作ってないだろうな。うん。で、一旦セーブ。で、ちょっとここで小休憩しますわ。もしかすると初見の人がいるかもしれないんで、ここでちょっと自己紹介しておきます。コメントショーと申します。この放送では人気声優の宮野守さんの、ラジオ レジオスマイルを、待つという放送ですね。で、うん、やっぱ12時半って俺も絶対起きてらんないから放送しようって思ってこれをやってます。で、ぜひ、コメントしていただいて楽しげに待つ時間を持てたらなと思っております。で、雑談も質でいいので、この、ギャルゲー実況も進めていきたいと思っております。うん、視聴回数でいうとこのギャルゲーがかなりメインコンテンツにもなりかけているところではあるので、まあ、楽しくやっていけたらなと思っておりますね。って感じで手早く終わって、小休憩も終わり、この感じで続きやっていきますかね。で、次の日に行きましょう。水晶も増えてきたね。はい、じゃあ23日目のイベント、いいね。放課後にデートが入っております。なんかいいイベントありそうだね。じゃ、適当にやっていきますか。生徒会長。これあんまりやってる人少なそう。あ、ひむかいくんやってない。登校時にひむかいくんに入れますと。いいっすね。幸先いいスタート。これは23日目の科学教師で良くないことが起こるんだよね。タロットカードをやっております。タロット占い覚えそう。
女っていうのはな、女の子はタラットラで大好きだからな。放課後に、サラギくんを入れます。サラギくんは不良生徒役ですね。で、銀玉で有名な杉田智和さんがやっておりますと。で、このゲームにおける杉田さんは声がとても小さいと。びっくりするぐらい声小さいから。で、ここでこの4人を入れれば、俺が狙う4人全員を、うん、イベントに誘えたんで、これで投稿しましょう。投稿。なんかいいよ、今回。すごい幸先。まずい、もうすぐチャイム。急いで教室に行かなきゃ。はい、ひまがいくん。やっべえ、朝練長引いて遅刻すれすれだ。すげえ、朝練ギリギリまでったら。あ？おお、何突っ立ってんだ、急げ急げ。スポーツ少年っていいよな、こういうとこがな。そうだよね。何キャラだよ。何キャラだ。ダダダダダダダ。難しいナレーションさせるな。そこの二人、廊下を走るとは何事だ。これは緑川光さんだね。お、名声優というかレジェンドにも近い声優さんですね。あ、木戸先輩で生徒会長役と。あっちゃ、面倒な人に見つかった。聞こえてるぞ絶対。面倒な人とは随分な言われようだな。お前も遅刻ギリギリじゃねえか。何も問題ないはずだな。ごもっともで。いいよな、緑川光の声本当にイケボだからさ、聞いてれるわ。遅刻すれすれとはいえ、廊下を走るなど言語道断で、この誰かにぶつかったらどうする。で、このカットの生徒会長めっちゃかっこいいな。そうですね、ああいうさ、ツンツン跳ねた髪ちょっと憧れてさ、やろうと思ってたんだけど、あれ結構難しいんだよな。ですね。ヒムカイはサッカー部の朝練か。はい。全国大会に行くような部活の朝練だから許してやれ。そうか。ヒムカイ、全国サッカーを控え大変なのはわかる。だが、守るべきルールは遵守しなければならない。こんな生徒会長と俺絶対付き合いたくないわ。攻略対象だけど。君はサッカー部のキャプテンだ。リーダーたるもの、常に示しとなる行動を心がけなければな。そうだ。そう、ね、正論すぎて突っ込めない。正論すぎて実況者が何も突っ込めない。君も一日の計は朝にありだ。もっと早起きしてきちんと投稿することを習慣づけ。突っ込ませてくれ。実況者に突っ込ませてくれ。ああ、チャイムが。ああ、なっちゃった。お前が足止めしたからだぞ。ただし走らずに急ぐんだ。絶対さ、教室行ってさ、なんで遅れたんだって言われたらさ、いや、木戸会長がなんか足止めしてきてマジうざかったっすとかしか言えないよね。早歩きはええんかい。笑うようなことを言ったか。いえ、教室はすぐそこだろ。急げ。はい。いるか、このイベント。いるかマジで。まあ絡んでるからね、まあまあ嬉しいだろうけどね、声優ファンとしてはね。ちょっと、でこれが鶴木先生。本当にめんどくさいことしか言ってこない。この間の実力テストの結果よくないな。理科の先生だね。もっと勉強しないと。ふんふん、これがどういう風にストーリーに絡んでくるんだろう。勉強は若いうちにやっておくものだ、後で後悔しないためにね。かてえな、23日。廊下走んなとか勉強しろとかさ、全然いらねえわこんな話。乙女芸人いらねえな。はあ、いきなり小言か、お小言か。教室に戻ろう。テンション下がってるわ朝から。来た、かわいいな。これ宮野くんが演ずる、メインヒロインの、ヒロインっていうかな、メインキャストの星宮くん。お前って鶴木先生に呼び止められるぐらい成績悪いのか。なんならさ、俺のマイクより良くないマイク使ってんじゃねえかってぐらいこもってる鼻声っていうかさ、多分マイクが悪いんだろうね。
そんなことないよ。科学はちょっと苦手だけど。少し頑張った方がいいな。うるせえな。マジうるせえな、こいつらな。そうだね。こいつらマジで。飛んだところ見られちゃったな。怒られるとかなんて見せなくていいのよ。はい、ストーリーイベント。3レベルから4レベルに上がるためのストーリーイベントだね。野間くん、情報処理室かな？こっからさ、もう付き合うに登っていくわけだから、めちゃくちゃいいイベントがあるはず。かわいい。あ、野間くん。部活してるの？いや、ここにいただけ。なんとなく一人になりたい気分だったから。え、やばいじゃん。何してたの？一人で。あ、じゃあ私どっか行こうか。ああ、君はいいんだ。なんで？話さなきゃならないことがあったから。来たー、告られる。これ俺だったらこれどういう風に告るかなっていうシチュエーションとかやった方がいいわ。二人きりで、で夕方の夕暮れの情報処理室で好きな女の子が来ました。でちょっと弱い部分見せてんの、もうすでに俺は。定石として、あ、俺がちょっと一人になりたい気分なんだ、帰んないでまで来てるわけ。あ、もう決まったわ。何言っても OK だわ。すげえ、これだろな。カタカタカタ。え、まだ帰んないで。え、じゃあどうしたらいいの。うん、すげえ、これでいいだろうな、もう。すけ。好きじゃなくて、すけって感じ。すけって感じでいいだろうな。うん。俺は、メインストーリーイベントで何を言っているんだ。え？その。すけって、すけって言え。僕、もう君をチェックするのをやめるよ。ほう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 。君に、恥ずかしい思い。させたくないから。いいね。つか最初から気づけ。いや、お前尾行してる時点で思え。すごいバレバレの尾行してたけど、堂々とさ一緒にいればいいんだよ。うん、尾行とかしなくていいの。一緒にいる上でどんな女の子がいいかっていうのを、もう二人でそんな友達の関係でもいいから一緒に歩んでいけたらいいんじゃないかなって思ってるんだ。好きって言え。好きって。あの時君のクラスが火事だって放送があった時、うん、いても立ってもいられなくなったんだ。君を助けなきゃ、守らなきゃって。やばいじゃん、やば。え、これ好きって言ってくれるんでしょ。じゃあデータはバックアップがあるけど、君は一人しかいない。やばい。もう、じゅんと来てる。もう乙女になっている。コメット翔が。翔子になっている。もし君が怪我したら、万一死んじゃう、なんてことがあったら、現実って怖いね。現実の女の子は、傷つくし、会えなくなっちゃうことだってあるんだ。やっぱこのパソコンを睨んで、やっぱ AI の愛ちゃんと話すんだけど、でもやっぱり好きな翔子のことを思いながらその AI の愛ちゃんと話してて、でもバックアップとかもして大切に保管するんだけど、でもあの子はどうなのかな、俺の愛が伝わってるかな、なんかどっかに行っちゃうんじゃないかなとか、そういうのでもうやきもきしちゃうんだろうね。ゲームじゃなくなってるんだよね、本当に。熱が上がってる。パソコンの熱が上がるんじゃない。そんぐらい燃え尽きそうなほど、私の心、その、野間くんの心が、燃え上がってるんだろうね。何を言ってるんだろう。何を言っているんだろう。私ね、野間くんが、助けに来てくれたとき、そりゃ、恥ずかしかったけど、でも、嬉しかったよ。ストーカーじゃなくて、ちょっとだけ、ナイトに見えた。
このナイトっていうのは一番最初この翔子ちゃんと、野間くんが出会って、で結構親しくなる場面があったんだけど、その時に僕は君のナイトになるよって言ったの。それの伏線を回収したわけ。めっちゃええ、めっちゃええ、高まっている。高まるわ。僕はもっとそばで君を見守りたい。うん。こくってる？はい、はいだけで通じる？もう。え？君ともっと親しくなって、君の本当のナイトになりたい。来たー！来たー！来たー！野間くん。ダメかな？チュキ。チュキ。ナイトはちょっとどんな流れだよ。この流れでナイトはちょっとはちょっときついよ。辛辣すぎるよ。うん、付き合ってもいいよ。ありがとう。じゃあ僕に誓いの儀式を。もう本当に斜め上を送るねこいつは。こいつは斜め上を送るね。君、親しくなるのはいいけど、ナイトはちょっとね、恥ずかしがってる。え？一歩引く。そっか。いや、ナイトでいいと思うけどね。あんなノリできたら最高じゃん。あんな素敵なことをしてくれたらええやん。バカップルだなって思われてもいいと思うんだけど、ちゃんとした友達ってことならいいよ。分かってねえなあ、コメは。もう、愛の告白じゃん、さっきの。鈍感系だわ。得意の鈍感系主人公だわ。友達。ほら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 。そうか。ナイトになる前に、友達にならなきゃね。やっぱ、あれだろうな、昭和系女子なんだろうな。いや、まだ、付き合ってもいない。結婚を前提に付き合わねえとダメなんだ。みたいな。結婚するまで、私は、うん、交わらないぞみたいな、そういう昭和系女子なのかもしんないな。いいな、そういう鈍感系主人公タイプね。じゃあ僕と友達になってくれる？若干ショック受けてんじゃん、野間くんも。うん、いいよ。ありがとう。もうチェックなんてしない。もっとそばにいるよ。やばいね、エッチじゃんこのゲーム。最高でした。最高のイベントでした。これがさ、こんな可愛い声なのにさ、また鶴木先生出てきたわ。頼んだよ。谷山貴章さんがやってるっていうのすごいよね、この声を。そんなイメージなかったけど、すごいいいわ。もう声優さんとかじゃなくて、本当にそういう男の子がいると思って話せたもんね。はい、わかりました。もう、つきさん連れてば、間が悪い帰り際になってこんな用事頼むんだから。初めて見たわ、こんな BGM。カカン！なんか暗くて嫌な気分。夜になると理科準備室の人体模型が動き出すって噂あるし、あるある。そういうのあるある。さっさと理科準備室に預かったプリントを置いて帰ろう。ちょっとだけ待った。ちょっとだけ待った。ちょっと、な、すごい入り込んでるからコメント消すわ。入り込んでるんでコメント消させていただきます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい。怖っ。怖っ。マジ怖っ。噂の人体模型。暗いから、余計に不気味。俺声優になるかもしん。ひひひひひ。ええ、カタ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 。
たけしやん。たけしやん。マナーモードじゃん。いやーじぬじぬじぬ顔芸で売っております。コメント賞です。なんだ人体模型がどうした。おめえなんでこんなとこいんだよ。あ、キサラギくん人体模型が動いた。そんなわけねえだろ。てめえの所属か。だって今確かに。ん？ああ、あれ。寝ぼけた俺の足が引っかかって動いたんだな。なんでこんなとこおんねん。東北出身の男もそりゃ突っ込んじゃいますわ。関西弁でなんでこんなとこおんねん。え？今何時だ。いるからここでずっと寝てたんだよな俺。学習をせい。学習をせい。そっか、さっさと帰らねえとな。起こしてくれてありがとうよ。まあいいけど人探すな。え？意味不明じゃない？感謝されたよね今。私感謝されたよね。ってことでめちゃくちゃいいイベントを見ることができましたと。これさ、何回でもやり直せるようにさ、いいイベントがあったところハートマークとかにするとかにしてほしいよな。超いいイベントだったわ。パーフェクトイベントだったわ。はい。で、また3日目に突入しましょう。めちゃくちゃおもろいわ。やっぱり久しぶりにやるとめっちゃおもろいっすな。で、また途中から見た人もいるかもしんないんで、このチャンネルの簡単な紹介です。チャンネルっていうかこの放送のね、人気声優の方、宮野守さんがやっている、あと30分ぐらいで始まるのかな、ラジオスマイルの視聴まで頑張って待とうっていう誰得のイベントで、企画でございます。寝ないために企画したもんでして、で今回は雑談もしつつ宮野守さんと主演の、トゥルーフォーチュンをプレイしていきたいと思っております。今のところめちゃくちゃ面白い回が続いておりますので、必ず動画化するのでその時も見に来ていただけたらと思います。じゃあ行ってきましょう。3日目、今日水晶が11まで回復して GO ですな。23日目終わったんで24日目に行きましょう。水曜日、で今日3日目の3回目の占いパートです。で、放課後にキサナギくんのイベント入ってます。で、キサナギくんがレベル2からレベル3になるんですね。で、このキサナギくんが、幼馴染属性なんだけど、俺が見た中で一番キュンとくるね、この幼馴染が。で、委員長のカード誰に作っていきましょう。結構主要キャラやってるけど、マモの、演ずる星宮くんがまだやってなかったんでやっていきましょう。いいね、幸先いいですよ。幸先いいよ。で、理事長、これもあんまりやってなかったな、みんなね。キサラギくんと、ヒムカイくん、この真ん中の2人がやってたみたいなんで、ちょうど、あー、昼休みできない。星宮くんの昼休みがまだ被ってるんで、できないですね、これね。で、星宮くんももうやってるし、狙ってる真ん中2人ももうイベントで入っちゃってるんで、狙っていない、俺が狙っていない、理事長、緑川光さんが演ずる理事長と、後輩の男の子役の子も昼休みで被っちゃってるから、あ、じゃあ全員できないわ。みんな昼休みだ。あー、ダメだ。がっかり。これは、占いミス。占いにミスなんてないぞ、実際は。どういうことだ？で、フェミニスト、男の子が優しくしてくれるっていうイベントをみんな、なぜかみんなこなしています。がっかりですね。各レベルでみんなやってくれるのかなと思ったらもう、この回、この人生、まあわかる？この一生で一回しかできないみたいだったんで、もう何言ってるかわかんないと思うけど、できなかった。
ごめん、今の完全にカットだわ。意味わかんないこと言ったわ。で、堅物。これはもうやってないな。礼儀や節度、貧乏臭いことが起こる。よくねえこと起こんな。で、うん、放課後ににちょうど狙っている。あーん、あーん。あれ？なんで？いけないんだけど。レベル4に上がってないの？これわかんない。次の回までに確認しとこないと。レベル4に上がってくんないわ。わからん。意味がわからん。じゃあ投稿していきましょう。あれれれれ、あれれれれ。わかんないぞ。まあ、いっか。で、ひむかいくん登場じゃない、キサラギくん登場。おはよう。あ、キサラギくん、おはよう。で、チョロインで、朝で1個稼げますと。で、もう一丁と。で、野間くんさ。あ、おはよう。で、レベルが変わるごとに、この挨拶とかも、一個一個、いい感じの挨拶になってくる。例えば、星宮くんはツンツンキャラっていうか、クールで人見知りキャラなんで、挨拶してくれません。てんてんてんみたいな。で、レベルが上がっていくと、おはようって言ってくれるようになるから、この時は、野間くんだったら、おはようって伸ばしてくれる。可愛くなっている。でも、ハートがもう足りてるから、次のレベルに行けるはずなんだけど、レベル、うん、レベルアップしますかってコマンドが出てこなかったから、なんか、足りていない、のがあるのかもしんないね。やっておかないといけないものが。リリ、委員長、調理実習の食材って全部揃ってる？忘れたものがあったら他の班から借りないと。豚肉も人参も玉ねぎもあるし、忘れた食材はないんだけど。音質どうなってんだ。音質悪い、このこのゲーム音質悪いね。けど蜂蜜の蓋が固くて開かないのよ。ある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 。男子ってやつね。できんの？はい。米ならできる。よーし。どう？12時にやらせんな、こんなこと。本気で実況するって決めたからやってるけど、やらすな、こんなこと。はぁ、ダメ。これ簡単に開けちゃうんだろうな。え、そんなことで開くの？おもろい。生活の知恵やん。お前、何変なうなり声上げてんだよ。聞かれとった。聞かれたー。あ、キサラギくん。キサラギ深夜。ここで委員長も気づいちまうんだよ。で、キサラギくんと似合うのは、なんなら委員長なんだよね。このデコボココンビ、めちゃくちゃいいんだよな。エモいんだよな。蜂蜜の蓋が開かないからコンロで温めようって。なんかそこまですることねえよ。貸してみ。ささやきがあんまり本当に BGM に負けちゃうから、この人。来た。ほらよ。一発よ。あ、そんな簡単に？ありがとう。ほらもうときめいちゃってんじゃん。高村がときめいちまってんじゃねえか。じゃあな。で去ってく。それだけやって去ってく。無駄話はしない。これがいいんだろうな。うん、またね。この後のねえ、あの如月深夜とそんなに仲良さそうにしてて大丈夫？分かってねえな。今めちゃくちゃいいの分かったろお前。だからそういうんだから彼氏できないんだぞお前は一生。噂ほど怖くないよ。見かけても、見かけで損してるのかも。ほら、もうもうエモい関係になりそうじゃん。顔ちっさ。顔ちっせえし、体肩幅広。パーカーかそれ。制服がパーカー。終わってる、
終わってる系の高校だね。何してるの？勉強。勉強。え、昼休みに？まあ確かにそれはおかしいわ。ああ、わからないところはすぐ調べないと気が済まないたちなんだ。あ、そう、めんどくせえな。そういうこと言わなくていいから。あ、そうなんだ。私も一緒にいい？下心しかねえなこのセリフ。私も一緒にいい？嫌だろうな普通。勉強してんだからこっちは一人で。一人でやるよ。出たー。これは多分、うん、これは多分4レベルでやるべき内容だったんだろうな。まだ2レベルだからな。そう、そっか。うん、仲良し度がまだレベルが低かったんで失敗したんじゃないかなこれは。そういうのもちゃんとメモってたりして、メモ取ったりして攻略するのがちゃんとしたガチ勢のやり方なんだろうな。あ、ようちゃん、幼馴染ね。あんな足で練習を続けるなんて、なんとかしてあげたい。きたー。向井くん、これから練習。で、これが篠上さん。めちゃくちゃ有名な声優の女の人がやってるんだけど、名前が出てこない。超有名なの。お姉様見た感じで言われてんの。姉子みたいな。まあいいでしょう。沢城みゆき様だった。篠上さん。沢城みゆき。で、篠上さんは、この日向井くんを狙ってる、自分が地球界最高の美女だと思ってる、うざい系の女子の篠上さん。うん、お金持ちっぽそうだね。でも、そこまで篠上さんを好きじゃないっていうか、主人公のことが好きだから、日向井くんは。結構スルーしてる。なんか、やめて、ちょっと近寄んないでみたいな感じは出してるんだよね。でも、篠上さんはしたたかだから、ガツガツ来るわけ。最高やん、篠上さんでいいじゃん。正直性格は悪いけど尽くしてくれそうじゃん。普通にいいと思うけど俺は。大会もうすぐだものね。うん、やっぱこういう風にズバッと言える人いいよね。本当になんか羨ましいと思う。そういう好きな異性に、あ、もうちょい大会で足大変だねって言えるの本当に羨ましい。そういうこと。かっこいいじゃん。12月30日が開会式だから、冬休みに入ったらすぐ現地入りするよ。かっけー。現地入りって言葉一生に一回使ってみたいわ。楽しみね。みんなで応援に行くわ。うん、行く行く。サンキュー。絶対国立へ行ってみせるよ。全国大会にはもう行ってるからなこの時点で。そこすごくない？まず地区大会から話し始めようぜ。あ、入ってった。あんまりこの二人の間に入ってかなかったの、今までは。あ、主人公の逆襲入るわ。レベル3になるにあたって。いいね。この、篠上さんを打ち破んないと、この日向井くんは、打ち取れないから、打ち取れねえっつうか。この篠上さんが、この篠上さんがこの行く手を阻んでるから、ここにどんどん喧嘩していかないといけないわけだから、ここよ、ターニングポイント。え、篠上さんもびっくりしてるね。来ると思ってないからな。立ってるだけでも痛いはずなのに、みんなの期待背負って。どうしたの？分かってないからな。辛そうな顔して。お腹でも痛い？足痛い設定なの、篠上さんじゃなくて日向井くんは。でもそれを知ってるのは校舎裏でちゃんと見つけた私だけなの、翔子だけなの。でも篠上さんはそんなこと分かってないくせに頑張れ頑張れって言ってるけど、私だけは気づいてあげてるのみたいな感じだろ今。言うな。あー、いいな。言うな、いいな。俺もやりてえな。言うなって。 でも言う。これむずいな、むずいなぁ。言いたいのよ。マジで言いたいんだけど、言わない方がいいよ。やっぱ、男が言うなって言ってんだから、覚悟持ってんだよ、こいつは。もう、言いたいのよ。言いたいんだよ。言わないのよ。ジャスティス。
どうしたの？ますます辛そうな顔して。保健室行った方がいいんじゃない？話そうとするね、篠上さんは。この二人を。で、二人きりになりたいんだね。大丈夫。体調、悪いわけじゃないから。そうなの？めっちゃ悪そうやん。じゃあ何？それは？ああ、そうだ。篠上さん、英語の宿題やってきた？これさ、言った方が進む。次のレベルに行くには言った方が良かったのかもしんないね。英語？もちろんやってきたわよ。でも一大事になっちゃうから、篠上さんに言ったら。俺まだなんだ。移させてくれない？忘れたの？珍しいわね。練習が忙しくてうっかりな。頼むよ。いいわよ、他ならぬ日向井くんの頼みならね。ちょろいからな。心配すんな。この小声いいじゃん。そんなフォントそんなにちっちゃくできんの？文字の大きさ変えれんの？このゲームええやん。このすれ違いざまなんだろうね。この翔子がこう立ってて、もう二人で行くの。ここの耳元で心配すんなみたいな、心配すんなみたいな、そういうことだろうな。そういうことなのよ。心配すんなって、ようちゃん。あの怪我をそのままにしてたら、爆発しちゃうわよ。放課後に堅物。これの間くんじゃなかったかな？はい。愛しのの間くん。何か使い道はないかな。デート行ったからいいはずなんだけどな。この後デートに行ったらなのかな。野間くん、何悩んでんの？あ、それが使い終わったり焼きミスった CDR なんだけど。 CDR、 CDR 今も使ってるか？ CDR はちょっとわかんねえな。このまま捨てるのはもったいないし、何かいい使い道がないかなって。それを吊り下げて田んぼんとこ置いとくと、鷹とか何小鳥が来ないっていうあれに使え。絶対そんな田舎じゃないけど。思いつくのってコースターぐらいなんだよね。そんな使わないでしょ。なんだろうね、これと言っちゃないけど、これなんか言うね。捨てちゃえば、これにしてくれ。あの田んぼの小鳥よけにしてくれ。絶対そんなこと言えねえわ。ないよね。捨てちゃえばかな。今のこういう使い捨てのものってひどくもったいない気がするんだ。何かに再利用したいな。すごいほのぼのとした話。はあ、もったいない、もったいない。意外と貧乏くさいんだな。そういうのがいいのよ。マジか、下がっちゃう。大丈夫？ああ、ひむかいくんだ。これ帰るか？どうした？これから帰るとこか？こいつともひむかいくんともいい感じの関係になりたいんだけど、あんまりなあ、あんまりなあ。じゃあ一緒に帰らないか？でも気になってるから行こっか。はい、行こう。そっか、じゃあ行こうぜ。この笑顔かわいい、守りたい。でも満帆だからな。次のレベルに行ってから、ね、めっちゃやだー、やめてー。そうじゃないんだよ、ただの幼馴染でこんな興味なんて1ミリもなかったんだよー。やっちゃったー、バカだれー、バカだれー、バカだれー。おおおお、どうした？急に立ち止まって。おお、浮気なんてしてないんだよ。そんな現実突きつけなくてもええやんけ。なら早く行こうぜ。おお、マジか。
いやーマジかー、浮気はしたならん、浮気はしたならん、全然身が入らないもんね。じゃあもう絞んないとダメか。あ、もうめんどくさくなってきた。これすらめんどくさくなってきたわー。やらんでいいわー。あー、もう外しちゃうもんね。外しちゃうもんね。見たかっただけなの。この話見たかっただけなの。マジンガー。そうだな、こうして歩くと背伸びたよね、中学の時より。小さい頃はお前とそんなに変わらなかったのにな。ショック、めっちゃショック。ノマキューン、甘いもの。好感度今日一日3つ下がったわ。破格の下がり方してる。で、幼馴染と帰ってんのに全然盛り上がんない。びっくりするぐらい盛り上がんねえわ。はい、やっと。時々日替わりメニューで出てくる。もう何その会話って感じの会話が。で、ここでアタックしたらどうするんだろう、どうなるんだろう。そういうのもちょっと見てみたいから、アタックボタン押してみるか。で、アタックを使って OK って言われるとデートに行くことができます。ダメだろうけどね、普通に考えて。盛り上がんなかったねとか言われて。あ、分かれ道違う。家の近くまで来てるんだ。ねえ、ちょっと行ったところにいい雰囲気のカフェがあるんだけど、寄ってかない？悪い、今日はちょっと。お前、帰る途中でさ、盛り上がんなかっただけぐらいでさ、付き合えよ、そこは。調子よかったら付き合うんだからさ、イギリスかぶれが。帰ろうぜ。ちくしょう、野間くんには振られるし。これはね、やめた。これ一旦これセーブはするけど、日を戻した方がいいな。時を戻そうした方がいいな、これな。でしかもセーブデータが25までしかいけない。これ時戻そうか。どうする、時戻そうか。で、マモちゃんの、ラジオを待っているこの放送なんですけど、あと20分になりましたね。で、このままマモちゃんを待つ人がいなければ、ここで放送、ここでっていうかラジオの開始と同時に放送やめたいと思いますので、まあそれ、うん、ラジオ聞き終わった後もちょっと感想言いに来たいなみたいな人がいればコメントしていただければと思っております。これはさすがに中核なすぎて動画化にもできないから、もう一回ロードしたいよね。そういうことができるのがギャルゲーだよね。いいよね。ってことで腰抜けがもう一回やります。ギャルゲーやってんな今。時を自在に戻してるあたり、俺ギャルゲーやってんなって思うわ。こういうことがねできればいいんだけどね。やっぱ思春期ってさ、やっぱり女の子ってだけでさ、女の子とメールするってだけですごいドキドキするから、変な内容のメールとかさ、悩んで悩んだ末に変な内容のメールとか送っちゃったりするんだよね。でもそれって戻せないから、うん、だからそこは悩み時でもあると思うんだけど、悩みどこでもあると思うんだけど、まあそこをね笑いに変えたり楽しくできる人がいい人だと思うよね。うん、そういう人がモテるんだと思う。でも俺は戻します、時を。腰抜けなんで時を戻します。この放送はマモちゃんの、ラジオスマイリー、ラジオスマイルを待つ放送となっております。じゃあもう一回二度目の正直ってことで、ひむかきくんの放課後イベントをもう一回見ることになるんですけども、やり直しましょう。野間くんの、自分が好きなこの男の子のイベントを一個すっ飛ばしてしまったので、あ、じゃあ好感度が3つ下がっちゃったので、もう一回やります。簡単に言うけど、いちいち戻ってます。じゃあサクッといきましょうか。占いはね、タロット一番メインの
ギミックなんだけど、サクサク行きましょう。昼休みだねみんなね。野間くん行きますか。あと、宮野くんがやっている主人公の、うん、あーやってる、このカードのマークがあるとやってるってことなんだよね。うん、誰もできない。野間くんがやっている、あー宮野くんがやっているこの星宮くんっていう人の一日の予定をタロットで占って強制的に出してくる、そういうフェーズが今ですね。何その占いとは何みたいな話になっちゃうんだけど、占いとは何ぞやで、ほう、あーそっか。でその如月くんっていう下から3番目の男の子も狙ってるから、その男の子のうんストーリーもやりたいんだけど、でも一番狙ってるのは野間くんって言って谷山紀章さんがやってる男の子がメインだから、まず今日はこれでいきましょう。で、ひむかいくんが来てくれると。おはよう。足の具合どう？朝からそんな心配そうな顔するなよ。まあ、出てこなくていいんだよ、ハート全部溜まってんだから現金の話だけど、あのハートが今6マスあったんだけど、あれ満杯なんで次のレベルに行けますっていう印でございます。でこの野間くんが、おはよう、うん、狙ってる野間くんですね。谷山紀章さんがやってます。このおはようっていうのはレベル3になったんで、進行度がレベル3になったんで、こういう風な可愛い朝の挨拶をしてくれるみたいですね。ふんふん。ラジオスマイルを、お待ちの皆さん、ぜひコメントしていただければ宮野くんのお話をで盛り上げられればなと思っております。でこれがミカルくん。いや、こういう男っぽくて女っぽいキャラクターいいよな。3年教室の方へ行くの？うん、だけど、そう、じゃあいいことが起こるかもね。このイベント何なんだろうね。何なんだろうって思う、このイベント。いいことって何だろう。むとか、うんとかいうのを、今から出てくる緑川光さんっていう声優さんがやらせると、天下一品だから、何とか。まったく、古典的ないたずらだな。いいのよ。この声はガンダムウィングの主人公、めっちゃ古いけどね、ヒーローユイとか、あとテイルズオブディスティニーの、うん、超人気キャラをやってる声優さんで、声がいいの。木戸先輩どうしたんですか？あ、ドアに黒板消しが挟んであったね。ドアを開けたら落ちてきた。古典的。え、大丈夫ですか？あ、ツンデのところでかわしたよ。なんかいい感じでかわしたんだろうな、さっとか言いながら、こんな感じでお前大げさだなっていう華麗な身のこなしで、華麗なんだけどすごい大きな動きで、まったく一体誰がこんないたずら。漫画ならキラーンっていうエフェクトがついて、ふん、何のイベントだったんだこれは何の面白みがあるイベントなんだこれは。でライバルのイベントですね。これは誰だ、あそこにいるのは星宮くんと篠上さん、初めてこのカップリング。これは宮野くんが声優してる子ですね。で宮野くんの星宮くん、沢城みゆきさんの篠上さん、何話してるんだろう。考えさせてくれ。え、告ったやん。そう、いいわ、きっといい返事を聞かせてくれるに違いないもの。うん、じゃあね。だ、あ、なんだろうね笑い声だけでマウント取ってきたやん。あ、ごめん星宮くん、今の話って聞いてたのか。スケベな話、少しだけ。直撃か、迷惑だな。
めっちゃ嫌われたわ。が、ごめん。じゃあな。いや、普通に星落とすぞ、これ多分。いい返事って何のことだろう。うわ、最悪。一個だけだよね、減ったのね。最悪だわ。調理実習のクッキー、うちの班は我ながらうまく焼けたわね。ああ、焼けた世界線ね、これは。調理実習で。蜂蜜を開けられなかったっていう世界線じゃない。でも、栄養のバランスを考えると、これでお昼ご飯ってわけにはいかないわね。食堂へ行く？腹減ってるからダメだろ、クッキーとか。野間くん、甘いもの好きだし、お裾分けしようかな。女の子に一番もらってときめくのクッキーだからな。委員長、先食堂行っててすぐ行くから。いいけど、どうしたの？好きな男に渡しに行くんだ。ああ、誰かにあげるの？分かってんじゃん。隅に置けないわね。野間くん、情報処理室にしかいないね。カミカミになってきた。あ、走ってきたね、小橋。どうしたの？調理実習でクッキー使ったんだけど、食べない？あ、食べる食べる。かわいい。はい、じゃあこれ。うわぁ、甘くていい香りだね。さつまいもかと思った。さつまいもかと思ったわ。食べないの？私はもう授業で食べたから部活しながら食べて。そっか、じゃあ放課後食べに来てよ。校内飲食禁止でしょ。うん、そうする。とりあえず一つ。最高じゃん。焼きたてだからサクサクだね。すぐ食べてほしかったのかもしんないね。ありがとう。君って料理上手なんだね。そうです、めっちゃうまいよ、めっちゃうまいよ。絶対作んないけどね。うまくなるまで絶対お前の前で作んないけどね。で、イベントストーリー。さっきもやったんだけどね、もう一回見よう。最高だったから。幼馴染の運動部のキャプテンの日向井くん。あんな足で練習を続けるなんてなんとかしなきゃっていう感じですな。日向井くん。で、全国大会出場が決まっています。そこに日向井くんが好きな、日向井くんのことを好きな篠上さんが、これから練習っていう何も分かってないくせに。ああ、篠上さん。もちろん。ひむかいくんのこと何も分かってない篠上さんが、大会もうすぐだものね。うん、そういうこと。話しかけるわけだ。12月30日が開会式だから、冬休みに入ったらすぐ現地入りするよ。マジで地区大会すっ飛ばして甲子園みてえなとこ行ってんのめっちゃ好きだわ。楽しみね。ウケるわ。みんなで応援に行くわ。サンキュー。絶対国立へ行ってみせるよ。ひむかいくん。で、ここで二人の会話に割って入るのがすごいのよ。この米ちゃんに関しては。そんなことができる関係じゃなかったの、今までは。で、そこで、もう、何？篠上さんはびっくりしちゃうわけね。え？ほら。え？今まで入ってこなかったやん、みたいな。立ってるだけでも痛いはずなのに、みんなの期待背負って。どうしたの？辛そうな顔して。お腹でも痛い？言うな。はい、最高。エッチ。でもまあこれは言わないんだろうね。どうしたの？ますます辛そうな顔して。保健室行った方がいいんじゃない？大丈夫、体調悪いわけじゃないから。そうなの？じゃあ何？それは。ああ、そうだ、篠上さん、英語もちろんやってきたわよ。俺まだなんだ、映させてくれない？もうちょい始まっちゃうわ。珍しいわね。練習が忙しくてうっかり。いいわよ、心配すんな。いいわ、もう近いじゃん、だいぶ関係が。青春してるわこいつ。で、黒板が長いと。
今日も黒板が長いと。あ、え、絶対こいつ来る。でもここを逃すと、あ、あと校門前があるのか。でもここって校門前だよな。もう大丈夫だと思うんだよね。これから帰るとか。ここで一緒に帰ってもいいと思う。一緒に帰れないか。うん、多分ここで野間くんに見られるってことはない。そっか、じゃあ行こうぜ。どう？そうでしょ。うん、はいはい。でさっきのやつと全く同じかな、これは。ふんふん。あれ、さっきなんだ、これ甘いもんだったんだっけな。え、あれな、あらららら、食事だったっけな。はい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 、これ当てに行こう。頑張って。時々日替わり担々麺の話ね。サクサク進みますよ。ファッション、音楽、映像、ショッピング、あれどれだ、部活か。いや、マジか、今回もダメ。もうよ、あ、やばいね。ここでちょっと一発カンフル剤打っとくか、見つめとくか。ちょっと辛くなったらもう見つめちゃう。どう、ひむかいくん、じー、変態すぎる。どうした、黙りこくって。無理ないか、最近話してないからな。ダメ、もうこいつダメ。もう最後もう寄り添っちゃう。もうなんならもうセクハラに行く。犯罪に近い。そそ、ああ、悪い、足に負担かけたくないんだ。足に負担かけに行ってるやん、最低最低。ゲのゲ。どこかによる感じじゃないよな。ちっともないね。まっすぐ帰るか。ちっともないね、今のは。むずいわこいつ。で、失敗だったってことで、まあこんぐらいが潮時でしょうね。で、ちょうど12時半なんで、これで終わりにしましょう。では宮野のマモのラジオ聞きに行きますかね。ここまでは、コメントショーがお送りしました。ぜひまた見に来ていただければと思います。ではさよなら、じゃあねー。